はい、皆さんこんにちは、みっちです。今日もね、動画アップしてます。今日はね、何話そうかなって思ってなんとなくダラダラ今いるんですけど、ちょっとね、 YouTube のことね、お話しさせてもらおうかなと思います。僕はあの、仕事柄いろいろこう動画編集もやったりしてるんですけど、周りにやっぱりね、あの YouTube 始めたいっていう方がちょこちょこ増えてきまして、企業さんだったりとかもね、プロモーションで使いたいってことでご相談受けるんですけど、でその中でね、本当にこうエンターテインメントとして、一般的な YouTuber さんみたいな感じでやりたいっていう人もいれば、会社のプロモーションで使いたいっていう人も様々いて、やっていくうちにやっぱ再生数が伸びないとか登録者数が増えないっていうのを相談受けたりもするんですよ。で、今日話したいのは、変な話、どうしたら再生数が伸びるのかで、なんで伸びないのかっていうところをちょっとお話しできたらと思います。僕も他のチャンネルやらせてもらってて、決してあのすごい伸びてるチャンネルではないんですけども、やっぱりね、理由がありまして、再生数が伸びるチャンネルっていうのは基本的には、不特定多数、すごく 大きな層で、見たいっていう風に思ってる人が、総数が多いんですよ。例えばエンターテインメントを売りにしてる人っていうのは、面白いもの、今流行りのものっていうのをこう動画にアップして、やっぱり新鮮な方がいいので、早いうちに出していくことで、それを気になる人たちが検索なり関連に乗っかった動画っていうのを見ていく。でそれってやっぱり興味あることを、例えばテレビから影響を受けてすごく興味があるとか、何かで話題な、ツイッターやフェイスブックで話題になってるっていうので見て、で、YouTube にも来て検索をかける。でそれの数が圧倒的に多いものっていうのが再生回数が伸びます。でそうじゃないもの、僕も結構ね、音楽とかでもそうなんですけど、ちょっとコアな音楽が好きだったりすると、圧倒的にそのお客さんの総数っていうのが少ないんですよね。さっき言った、エンターテインメントを 主でやってる、なんか新しいもの、新鮮なものを主でやってるっていう人たちの、興味の度合いを100だとすると、例えばコアのものの総数は例えば10しかないんですよね。そこで再生数を取ろうと思っても取れないんです。なぜかというと、検索する人が、例えば、今言ったみたいに10なら10人しかいないと。でそこで、10人しか上がってないものの関連に乗っかるかというと、結局関連に乗っかってもその総数が小さいので、関連にも乗りづらいんですよね。何か小さいキーワードに引っかかってってなると、絶対にその総数が大きい方のキーワードに引っかかりやすいので、なのでやっぱ再生数っていうのは伸びにくいです。なのであのチャンネルがもう100万再生いったのに、うちは1000回しかいかないよっていうのは、そもそもジャンルが違うので、それと張り合ってもあまり意味がないというか、なのでこの動画も、何で引っかかるか分かんないんですけども、この話してる最中で出てきたキーワードなんかっていうのを、タグで入れていくことで、どこに引っかかるかっていう感じにはなるんですけど、再生数伸びるものっていうのはやっぱり流行りものです。なのでオリジナルコンテンツを売りにして初めから戦っている人っていうのはやっぱ伸びにくくて見てもらいにくいんですよ。ただ僕は好きです、そういうオリジナルコンテンツっていうのは。やっぱりなんか自分を表現するっていう意味で YouTube 始めた人が多いので、そういったね、こだわりみたいなのっていうのを発信できるのがこの YouTube の良さかなとは思うんですけども、残念ながら今この YouTube のシステムでは、みんなが見たい流行ったものしか表に出てこない。全然、コアな部分っていうのはやっぱり表に出てこなくて、 YouTube の方もやっぱり見られてなんぼみたいなとこがあったりするので、そういうやっぱ強いチャンネルさんっていうのが表に出てきたりとか、検索率が高いもの、関連に乗りやすいものっていうのが出てきます。なので、コアなことをね、
されてる方っていうのはなかなか難しい市場ではあるんですけど、まあ、続けていけばね、きっとそれに関連したところがどんどんつながっていって、日の目を見ることもできるかもしれないので、ぜひ頑張っていただきたいなと思ってます。こうやって話しながらね、果たして僕のこの動画を一体何人が見るのかっていうのすごい気になるところではありますけど、なので僕もこの動画に関しては再生数を取ろうとかっていうのはあまり思ってなくて、本当に自分のブログな感じなので、見てくれてる人が一人でも、まあ、正直それでもいいかなって思ってます。まあもちろんね、大いに越したことはないけど、これから動画の本数を増やしていくことによって引っかかる確率っていうのはどんどん増えていくんですよね。1本のキーワードしかない場合ってやっぱり引っかかりにくいんですよ。キーワードが1つ2つとか、まあ、3つ4つあってもなかなか乗りにくい。それがこう本数が増えていくことで、どっかしらのキーワードに引っかかってチャンネルに流れ込んでくるっていう形になるので、そこからまあ気に入ってくれた人がチャンネル登録してくれたりとか、でそういうのが増えていくと関連にも乗りやすくなったりとか、まあ、皆さんのこの YouTube のね、最初のトップページの画面に上がりやすくなったりとかっていう風になってきます。なので、まあ、これから始める人っていうのは、まあ、なかなか最初はね、再生数伸びなかったりとか、ついつい自分で再生上げちゃったりとかっていうのもあるかもしれないですけど、まあそこはね、割り切って素直に、見ていった方がいいかなと思います。自分で上げた再生数っていうのは YouTube の方でもう把握されちゃってるので、後々にね、再生数がまたカクンと下がったりとか、まあ、適正な再生数に戻っちゃったりするので全然意味がないです。なんならちょっとあまりいい印象にはならないと思うので、まあ、個人的にはやめた方がいいんじゃないかなって思ってます。本当ね、ちょっと YouTube っていうのは、まあ、楽しい場所でもあるんですけども、もう今あるのはね、みんなやっぱいかに稼ごうかみたいな感じになってて、躍起になって、まあ、いろんなこと手つけて、もう今チャンネル、アカウント停止、バン祭り始まっちゃってるんでね、まあ、毎年のようにあるんですけど、やっぱりその時良くても、その時ドカンとこうね、上がっても、結果的に YouTube って遡ってその動画が違反だったりとかすると、まあ、警告を出したり、まあ、チャンネル停止したりとかっていうのがあるので、本当にあんまりこうね、無理して伸びないからっていろんなことやったりとか、ちょっと炎上しやすいようなことに手出してしまうと危険かもしれないですね。なんで、まあ、本当にブログ的な感じで進めてる人っていうのは、そのブログが引っかかっちゃったりすると、今までの動画もね、消されちゃったりとか、その動画も消されちゃったりとか、今までのこの頑張ってきた過程っていうのが全部なくなっちゃうので、まあ、やっぱりね、平和でいきたいなって僕は思ってます。なのでこのブログもね、YouTube のポリシーに引っかかるようなことっていうのは基本的には避けます。なのでこれやってほしい、あれやってほしいみたいなのが言われたとしても、まあ、ちょっとできないこともあるかもしれないので、その辺はね、ご承知おきいただいて、僕のブログを、まあ、楽しく見れるかは分かんないけど、まあ、見ていただけたらいいなと思ってます。はい、ということで今日はなんかちょっとね、 YouTube とは何ぞやみたいな、再生回数どうしたら上がるのみたいな、の話をちょっとさせていただきました。まあ、分かりやすい分かりにくいあるかもしれないけどね、全然まとめて話してないんで、またその辺もうまくね、まとめたものを後々お話できたらと思いますんで、そんな感じで今日のブログでした。みっちでした。バイバイ。